3D インタラクティブモデルダビデゾーことダビデは、ミケランジェロが1501年から制作を開始し、1504年9月8日に公開した彫刻作品である。フィレンツェのアカデミア美術館に収蔵されている。ピエタと並ぶミケランジェロの代表作であるばかりでなく、ルネサンス期を通じて最も卓越した作品の一つである。人間の力強さや、 美しさの象徴ともみなされる作品であり、芸術の歴史における最も有名な作品の一つと言える。ダビデとは、旧約聖書において、イスラエル王国の二代目の統治者。大理石で、身の丈5.17メートルにかたどられた、この像は、ダビデが巨人ゴリアテとの戦いに臨み、岩石を投げつけようと狙いを定めている場面を表現している。そして、 ルネサンスならではの表現として、瞳がハート型にかたどられていることや、イスラエルの民の証とされる滑例の跡がないことが挙げられる。元来は、フィレンツェ市聴者の置かれた別キオ宮殿の前に飾られていたことなどもあり、後に都市国家フィレンツェ共和国が周囲を取り囲む強大な対抗勢力に脅かされるようになった時には、巨人に立ち向かう、この像こそ、 フィレンツェを象徴するものだという解釈がなされるようになった。ミケランジェロのダビデ像の歴史は制作期間を遥かに遡り、その始まりは1464年までたどることができる。当時サンタマリアデルフィオーレ協会の運営権を担う大聖堂造営局は実質的にフィレンツェ用農業組合が握っていた。大聖堂の建築には140年以上を要した。 試めしは途中で費用を支払えなくなり、この組合が代わりに、それを受け負ったためである。フィレンツェ用盲業組合は、かねてよりこの大聖堂のバットレスに、旧約聖書を題材とした12体からなる巨大な、彫像の連作を飾るという計画を立てており、すでに何人かの彫刻家へ発注もしていた。この計画の背景には、15世紀初頭から、 ミラノ広告をはじめとする外部の脅威が迫っていたため、聖書中の聖人や伝説中の英雄の像を大聖堂に飾りフィレンツェの広告の機運を高めようとの配慮があった。しかし、1463年の時点で完成していたのはドナテロによる預言者像とその弟子、アゴスティーノ・ディドゥッチオによるヘラクレス像の2作だけであった。この計画を何としても進めるため、 大聖堂造営局は、同1463年にアゴスティーノと再契約し、旅で像を制作するという現地を取り付けた。しかしアゴスティーノは、像の脚部と胸部や衣服の外観を大まかに作り、足と足の間に隙間を開けるところまで制作を進行させたが、シドナテロの死去した1466年、理由は不明ながらも制作を中断し、契約も破棄してしまった。 大聖堂造営局は、アゴスティーノの未完成品を仕上げるよう、アントニオ・ロッセリーノに依頼した。ドナテロ作、ダビデ像、ロッセリーノの契約もやがて破棄され、質の良い大理石を産出することで知られる、イタリア北部の都市カル・ダーラの採石場から運ばれた、大理石の塊は大聖堂の事業監督署に25年もの、間吹きさらしのまま放置されることとなった。 たとえ素材のままではあれ、値段も、去ることながらフィレンツェまで運ぶのに莫大な人件費や輸送費がかかる巨大な大理石を飾っておくことは、大聖堂造営局の威信を高める効果があったからである。1500年に作成された大聖堂事業監督署の在庫目録には、荒く輪郭を描かれたまま仰向けの状態で放置されたダビデと呼ばれる大理石像と表現されている。 翌年に書かれた文書では、造影局がこの巨大な大遺跡の塊を作品として完成させることのできる芸術家を探す決意をしたことが示されている。造影局は招いた芸術家に巨人像を調べて意見を述べてもらうためにこれを立たせるよう指示を出した。レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ何人かの芸術家が打診されたが、 造営局は26歳の若きミケランジェロに委託することを決定した。1501年8月16日、ミケランジェロはこの困難な仕事を引き受ける契約を正式に交わし、翌9月9日から約3年にわたる制作の第一歩を踏み出した。ミケランジェロは後期の視線にさらされながら作業することを嫌い、土台と大理石の周りを仕切りで囲って、 極秘裏に作業を続けた。フィレンツェ市長が視察に来た時には中に入れざるを得なかったが、この時ミケランジェロは作業台の一番上に登り、大理石に打ち付けずに土の背だけを叩いて音を出し、手の中に握った大理石の粉末を市長の鼻先に散らすことで作業をしているふりをしてごまかした。市長が今自分はこの像に、 命が吹き込まれる瞬間を目の当たりにしたのだなと感動しながら帰っていくのを見て北曽んでいたというエピソードをジョルジョバザーリが書き残している。この作品のために描かれたスガやスケッチもほとんどがミケランジェロ自身の手によって焼却処分に付された。本来の位置に置かれたレプリカ1503年から翌年にかけては他の仕事の依頼が入ったために作業がやや停滞している。 蒸気のような秘密裏の作業やピエタの制作にあたり、大理石の採掘に自ら立ち会ったという逸話からも見て取れる通り、ミケランジェロは作品を制作する過程のすべてに直接関与し、己の全勢力を傾けることによって、己の全個性を作品の内に刻み込むという芸術家としてのポリシーを持っていたため、複数の作品を同時進行で制作しなかった。そのため、 断りきれない他の仕事が入ると、それまでの仕事を中断せざるを得なかったのである。こうした別件の移植のうちの一つに、フィレンツェ当局のために制作した、もう一つのダビデ像がある。正式な契約相手は、ピエールド・ロアン元帥で、この人物が、フィレンツェ視聴者にドナテッロの、 ダビデ像を模したブロンズのダビデ像を寄贈するため1502年8月にミケランジェロへ依頼をしたのである。しかし1504年にロワン元帥が失脚したためこの契約は破棄され、ミケランジェロも中造まで終えていながら仕上げを放棄してしまった。1508年にこのブロンズ像はベネットダ・ロベツアーノが完成させてフランスのフロリモン、ロベルトの手に渡ったが、 17世紀以降行方不明となっている。彫刻の完成が近づいた1504年1月25日、フィレンツェ市当局は、レオナルド・ダ・ヴィンチやボッティチェリを含むフィレンツェの芸術家たちによる協議会を設け、この像を設置するのに最もふさわしい場所を決めるための会合を開いた。市民の士気を高めるという意義を背負った、この像を最も適切な場所に置くことはもはや、 市当局の政策の一環であり、ミケランジェロ個人の手を離れた問題となっていたためで、ある。したがって、当初の計画通りに大聖堂内もしくはその近くに置くべきと主張した、ボッティチェリーラはむしろ少数派であった。ジュリアーノ・ダ・サンガロは屋外に置くと大理石が損傷する恐れがあるためシニョリーア広場にあるランツィの回廊を提案した。ダビンチや ピエロ・ディ・コジモラの賛同を得たこの意見が多数を占めたが、市政長官は同じくシニョリーア広場に面した視聴者の正面入り口脇に置くという裁定を下した。ドナテロ作、ユディトとホロフェルネスもともと別居宮殿の入り口脇には、ドナテロのブロンズ像、ユディトとホロフェルネスが置かれていたが、これを移動して、代わりにダビデ像を置くという市当局の決定には、 ハンメディチケという意図が隠されている。ユディトとホロフェルネスも同じく英雄的な抵抗運動による暴君からの解放をテーマとするものであるが、元来はメディチケ来賛のために作られた像だからである。1512年にメディチケが復権した時には、ホロフェルネスの代わりにダビデ像の首が切り落とされたギガが出回り、1527年の ローマ略奪に乗じて起きたハンメディ地革命の際には、実際にダビデ像がぶち壊され、左腕が損壊するという大きな被害を受けた。なお、この左腕の破片はバザーリが拾い集めて、後日修復された。こうした損害が再び起こることや風雨によって、大理石が劣化することを避けるため、 1873年にこの像はフィレンツェのアカデミア美術館に移動されることとなった。もともとダビデ像が置かれていた視聴者前には1910年から複製が置かれている。1991年、不届きな観覧客の一人が鉄槌でこの像に打ちかかり、左足が砕かれるという事件が起きた。 現場検証によって得られた大遺跡の再編を鑑識にかけた結果、ミケランジェロが用いた大遺跡はカラーラの分離集落ミセグリアにあるファンティースクレッティ、採石場から得られたものであるという事実が判明した。上述の通り、この大遺跡はミケランジェロがダビデ像を掘り出すより40年ほど前に採掘されたものである。アゴスティーノ・デュッチオとアントニオ・ロッセリーノの二人が手を つけながら、経験にも技能にもかけ、大理石そのものにも問題があったため途中で断念したものをミケランジェロが完成させたのである。大理石そのものの問題とは、劣化を早める原因となる微細な穴が多く、含まれていたことであり、そのおかげでミケランジェロは、無料でこの大理石くりを手に入れることができたと、言われている。 完成後500年を間近に控えた2003年には像の汚れが目立ってきたため1843年以来160年ぶりの清掃がなされることになったが、ここで再び大理石の質をめぐって問題が発生した。アカデミア美術館館長のフランカ・ファレッティは500年分の汚れを徹底的に清めるためには水洗いをするべきだと主張したのに対し、 依頼を受けた修復の専門家、アニエーゼ・パロンキが水洗いは大理石を傷めるとして反論したのである。艦長と対立したパロンキが依頼を退けて辞任する事態にまで至ったが、最終的には表面に張った和紙に水分を与えて汚れを吸収させてから剥がすという方法で修復は無事に終えられた。ミケランジェロのダビデ像は人体に関する。 極めて正確な知識に基づいた芸術的規律に則っ,って作られている。この規律の下で、ダビデ像は神による創造物を精細に再現した最も優れた形態であるとみなされている。また、この規律に忠実であったミケランジェロは、人間の魂がその肉体のうちに宿るように、彫刻作品のあるべき姿はその石暮れのうちにあらかじめ現れているものだという信念を抱いて、 いたのである。この像は人物像のポーズに関するコントラポストの格好の例でもある。ベロッケを咲くダビデ像ただし、各部分の比率は均衡の取れたものとはなっていない。例えば、ダビデ像の頭や上半身は下半身に対して比率が大きくなっており、背後や真横から見るとどことなく不格好に見える。これをマニエリスムの手法と解釈する向きもあるが、 本来この像は高い台座に乗せて、別級宮,宮殿正面もしくは、教会のファサードに置かれる予定であり、いずれにしても壁を背にして設置されることになっていたため、正面下方からこの像を見上げた時に、金星の取れた肉体と映るように、あえて上半身を大きく作ったのだという解釈が一般的である。そのため1872年以来この像が展示されている。 アカデミア美術館のホール中央のような空間は、ミケランジェロの意図にそぐわない不適切な場所であるということは、専門家もたびたび指摘している。また、その表情については、憤怒の感情を如実に表現したものとなっている。これはミケランジェロが人間の外見に、その人物の内面性が反映されるという、 人相学に基づいて表現したものだとされている。ミケランジェロのダビデは、ゴリアテを倒した後のダビデを表現しているドナテロや、ベロッキオの先行作品とは異なり、緊張の色を表しながら、これから戦闘に臨む姿を描いている点が、特徴的である。左半身は体重をかけずに足を外側へ差し出して、ややリラックスしているのに対し、右半身には、 戦いの前の緊張感が溢れており、静脈の浮き上がった右手や、固く踏みしめられた右足、わずかによじらせている胴体の様は、ダビデが今まさに攻撃を開始しようとしているのだという予感を見る者に与える。これは、旧約聖書、詩篇十六における、主は右に居ますし、私は揺らぐことがありませんというダビデ自身の言葉とも、称応する。すでに、 ゴリアテと戦う決意を固めながら、まだ行動には移してはいないという、意識的な選択と行為の狭間の瞬間を描写している。この像は、すなわち外敵を前にした、共和国市民としての責任を問いかける象徴としての、効果を持たなければならないというのが、ミケランジェロの意図だったのである。歴史上のダヴデオは、疑いの余地なく、滑稽を受けていたはずであるにもかかわらず、 この像に描かれたダビデには、割例の跡がないため、この像が、聖書に基づいたものだと見なすことができるか否かをめぐる、論争が起きた。芸術視野の中には、ダビデというのは、ダビデ王ではなくこの像のモデルを務めた人物の名で、あるに過ぎず、ミケランジェロはこの像を、キリスト教世界の中で広く受け入れられるものとする、目的で、聖書を参照したという嘘を強弁していたのだと、 考えるものさえいる。別の見解としては、古代ギリシアの美学的理想を模倣する上で、陰形に、滑稽の跡を残しては台無しになると考えたため、意図的に包皮を残したのだというものがある。フィレンツェのミケランジェロ広場に設置された、同性のレプリカダビデオによる、統治3000年を記念してこの像の複製を、フィレンツェ市からエルサレムへ寄贈しようという話が、持ち上がったことがある。 しかし、この提案は、エルサレムうちにおいて、大きな反発を生むこととなった。全裸の像を卑猥なものとみなす宗派が断固として、拒絶すべきと主張したのである。結果として、衣装をまとった別の像を贈呈するという妥協案が取られることとなった。実物大のレプリカは、ロンドンのビクトリアアルバート美術館にあるプラスターのものから、オーストラリアのリゾート地、 サーファーズパラダイスにあるショッピングモールの中央飾りに至るまで世界中に数多く存在する。サウスダコタ州、スーフホールズやフィラデルフィア美術館や日本の美しが原高原美術館、滋賀県希望が丘文化公園の青年の城にもレプリカがある。また、インドのプネーにあるプネー大学当局ビルにもレプリカが置かれている。これはインドが独立を勝ち取った。 サイのイギリス人のおきさんである。2014年、アーマライト社が自社製品のポスターに銃器を背負うダビデ像をモチーフとしたポスターを制作。イタリア政府などによりイメージを損ねるとして猛抗議が行われた。この中でダビデ像の著作権はイタリア政府にあり、商業利用は認められないという見解が出されている。著作権の有効期間に関する詳細は、 著作権の有効期間を参照のこと、ありがとうございます。